20日、衆議院本会議で可決された少年法の改正案では、適用年齢を今まで通り20歳未満とした上で、来年4月から成人年齢が18歳に引き下げられるのに合わせ、18歳と19歳を特定少年と呼ぶ新たな規定が設けられています。特定少年については、刑事手続きを取る犯罪の対象範囲が強盗罪や強制性交罪などにも拡大され、事実上の厳罰化となります。また、起訴段階で実名などを報じることができるとしています。